東京都から来ました幸子です。同じく東京都から来ました文明です。はい、私は千葉から来ました由美子です。ハワイは15回目です。2回目です。夫婦で大好きなので毎年来てるので、ただクリスマス時期が初めてなのですごく楽しみにしてます。私は、ショッピングとあとはビーチです。まあ、特にこれといった計画はないんですけど、また綺麗なカイルアビーチとラニカイに行ってウミガメが見たいです。サイクリングでいっぱい回ります。いいものを見つけていっぱい買います。お買い物はやっぱりもうあまり高いものとかブランドには飽きてしまったので、先ほど言ったロスドレスで掘り出し物を見つけたり、あとノードストロームのラックアウトレットの方を見たりします。カハラやパールビーチも行きます。これが12ドルで、チェーンとこのペンダントで合わせて50ドルしないぐらいだったんですけど、掘り出し物を見つけるポイントは根気強く探すことと、あとはとにかくこうバーッと早く回って気になったものをまた見るっていう感じで、一つのところにあまり長くいすぎないで、こう広く見るっていうのがポイントです。そうですね。あと、まあ、気をつけないといけないことは、日本でないものがすごく安くたくさん売ってるので、あまり買いすぎてもうすごい荷物で、帰国時にエクストラ のお金を取られちゃわないように気をつけてください。この前やっちゃったんで、ね、この前夏エクストラ2人で払いました。カヌーに乗ります。前も乗ったのでまたチャレンジしたいと思います。ただ横転とかしないように気をつけたいと思います。私は一度前ダイヤモンドヘッドを昼間の時間に登ったことあるんですけど、本当に朝早く起きて日の出が見たいと思ってます。いつかノースショアでサーフィンしたいです。私はワイキキのビーチしか、あとノースショアしか行ったことないんで、この綺麗なウミガメが見れるビーチに行きたいです。アロハー。